が変わってしまったなっていう。どこ行ったらそれ作れる？すごい生々しい雰囲気になっちゃって、ムキンくなることが一番怖かったもうやりゃいいよこのやつは。何が良かった？今回こじらせ女子聞いていただいております。お名前がさきです。お願いします。言わせるな。違うね、私たちロシア人やんか、今さきですって言ったやんか。これちょっと解説お願いします。あれちゃん、そんなに可愛いからな、まあ、いろんなご経験があるんやろうけども、お悩みがね、さすが経験者というか、セフレからの昇格はありかなしか。あ、すげえ、そんなお悩みが。どういうこと？実際やっぱりセフレから彼女になれたりするのかなっていうことをすごい疑問に思っていて。ということは、めっちゃセフレなの？セフレっていう枠だと思います。過去の話。何人がいるの？あ、セフレになってたの？全然一人ですね。どういうきっかけでセフレになったの？もともと高校の同級生だったんですけど。ちょっと待ってもういい。最近さ、高校生ってセフレ作るのも。高校生ってもうちょっとピュアじゃないの？どうセフレに発展していったの？なんか、すごい元々友達として仲が良かったんですけど、うん、ご飯を行こうってなって、ご飯を行ってから、なんかちょっと関係性が変わってしまったなっていう。どこ行ったらセフレ作れるの？普通にそこの時は焼肉でした。焼肉でセフレに発展してる。いや、だから勝手にするんじゃ、すっごい精力つくやん。もう、ああ、もう買ってきたみたいになるんじゃ、食べてから。いや、それでもう、うれしい。やっぱ、私の店とかがいいかな。精力アップみたいな。私だよ。どういう流れでなんの？もう焼肉行って、ご飯食べ終わりました。どうする？じゃあ、え？みたいな、ちょっとすごい生々しい雰囲気になっちゃって、うん、しました。ちょっと家とかに行ったん？相手のお家に行きました。はい、で実家やろ？実家です、実家です。お母さんとかもおるやん、お父さんとか。ちょっと怖くてその辺、未だに聞けてなくて。え、でもさ、それが怖かったってことは相当愛だってことやで。だって静かにやってたらそんな怖ないやん別に。要は焼肉行ってどうするって言ってしたっていう話は別より普通のことだと思う。なんでそれがセフレって分かったの？やることしか繰り返しがなかったので、ご飯に行くとか、そういうなんだろう。彼は他に彼女がいたの？いなかったと思います。いないんだ。ってさ、そんな愛情なくできる？俺もなんかやっぱ愛情移入するけどな。愛し合いたいよね。うん。ちょっと触れちゃうかって。付き合ってたっていう。うん、なんで、なんでそう思われたの？何が好きとか言ってくれんかったってこと？でも、絶対そういうのはなかったです。でも、え、じゃあ、した後はどうなの？すごい、賢者モード。賢者モード。もうすごい脱力って感じだったんで、あ、愛はないんだなっていう。え、もう帰れてない。え、もう男は賢者タイムは賢者タイムよ。賢者タイムすぎるでしょ。いや、賢者タイムすぎる人おるよ、別に普通よ。いや、そうなんですね。うん、だからさ、やってる最後に行く寸前に、ちょっと待って、私のこと好きって言ってた。っていうパターンの方がいいんちゃうの？さきさんはちゃんとこうお付き合いして、ゆくゆくは結婚を前提にそりゃそうだって思ってたん？そうです、付き合いなかったですね、やっぱり。自分から言わなかったの？あ、言わなかったです。なんで言わへんの？その関係性が崩れることの方がちょっと怖くて。なるほど。もう関われないぐらいになるんだったら、もう何もしないでおこう。そっかそっか。だからできんくなることが一番怖かったんだな。もう違う違う、そう思うじゃん。だからさ、告白の仕方にもよるやん。私ね、実はすごい好きやけども、うん、もし嫌やったら全然セックスだけしますって言って。でも私好きやから、もしそういうね、気があるんやったらもうちょっと発展していこうぜみたいな、うんうん、ヨーヨーみたいな、ヨーヨーめちゃくちゃ軽いノリやな。、うん、そりゃ好きやったんやなと思う。何が良かったん？これはもう本当に一つだけなんですけど、うん、顔ですね。あ、顔が良かったんだ。本当に顔がタイプでした。性格はどうやったの？あ、クソでした。クソだったの？いや、でも顔が良かったら性格なんてな。そうですね、もう決めでいいよ、そのやつは。そのどうやって別れたのか聞きたいの。それがすごい意味が分からなくて、急に LINE でお前なんなんみたいなので逆切れをされて、え、セフレですが何かあって本当にそうなんですよ。何がっていうのを聞いても、いやいやいや、何みたいな、もう本当に 何も会話が成り立たなくて。誰かに相談しとったんじゃん。でもしてました、してました。そうだよ、巡り巡っていくね。いや、怖い。一番あかんねん、その相談したら。で、それは何なんって言って、もういいわっていうので、しっかりと。もう本当にそこから連絡、SNS とかも何も繋がってないし、会ってもないです。その後成長して、やっぱ顔だけじゃなくて中身で人を選ぼうっていうタイプの人間にはなったの？多分なったと思います。すごいもう痛い目を見たので、うん、すごいあの時間が無駄だったなとも思ったし、やっぱり顔だけじゃないな人っていう、うん、顔無駄な。あそこも大事ですね。一応まあお悩みとしては、セフレがほんまの彼氏に昇格することってありえるのかってことだね。ありえると思うで。
本当ですか。でも全てがそうではないよ。なんとなくやけど、セフレやな、セフレやなと思ったけど、ある時を境にあまり会わんくなって、うん、なんか連絡くれんくなってっていうのがあった時に、うんうんうん、あれみたいな、なんかずっとセフレやったけど、失って気づいたみたいな。あ、あれ好きやったんかなみたいな。なんかおらんかったらすっごい物足りへんし。でも難しくない、情的なものじゃなくて、慣れとか。いや、じゃないね。それはもう、あれもう、好きやったなって。そう、亡くなってから気づくね。そういうパターンも全然あると思うよ。あ、でも最初から決まってる場合も多いよね。最初から好きで、だけどセフレになってしまって、途中から恋人同士になっていくっていうパターンもあるけど、最初からでも大体初心からスタート。最初はやっぱそのつもりで。おると思うで、やっぱ昇格してるパターンって意外とおると思うで、全然。割合は少ないと思うよ、もちろん。まあでもセフレじゃなくて彼氏を作ろうね。そうですね。そうだね。じゃあ、頑張って、はい、あのセフレ以外で。セフレ以外で。うんね、あの顔以外も見えて付き合えるように。何、どんな中身の男がいいの？日常生活の些細な話でいいんですけど。見て、ちょっと見たい。もう本当にそんなんでいいんですよ。爪の話だけはやめた方がいいよ。